皆さん、こんにちは。アプタービートミュージックスクールギター科講師、メタリカ滝沢でございます。どうも皆さん、こんにちは。突然ですけれども、ソロライブのお知らせでございます。滝沢勝内ソロライブ、題して滝沢の夜ボリューム5、6月の28日水曜日に開催決定でございます。わー、約1年ぶりの開催になるんですけれども、なかなか面白いライブだと思いますので、ぜひとも、遊びに来ていただけると嬉しいのという、そういうサムシングでございます。どんなライブかと申しますと、ちょっと、映像をご覧いただきながら、こちらの映像でございます。ドン、バイ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 。どんなライブかと申しますと、橋本駅という駅があるんですけれども、その近くに居酒屋さんが、仲のいい居酒屋さんがございます。そこの居酒屋さんを貸し切りの状態にして、すごい僕が好きな食べ物を皆さんに召し上がっていただいて、僕がすごい好きな飲み物を皆さんに召し上がっていただいて、で、僕がね、こう好き勝手、わーっとアコギを演奏して、こうわーっとこう楽しんで、僕が好きな空間を楽しんでいただくというのも、こうね、なんて言うんでしょう、その、滝沢尽くしの、滝沢尽くしの、滝沢の夜となっております。もう滝沢が嫌いな人がね、もうちょっと一歩でも踏み入れたらもう発狂するレベルの滝沢ぶりでございますよ。もうすごい至り尽くせりな滝沢でございます。もう嫌いな人が一歩踏み込んだら、もう、はぁ、もう耐えられないって、もう、ね、発狂してしまうようなレベルの滝沢ぶりでございます。でも逆に、滝沢が好きな人にとっては、まあ、どうなるかは、ちょっとまあ、ちょっと来ていただかなきゃわからないという、そういったサムシングのライブでございます。6月28日、水曜日、中日の開催になってしまうんですけれども、夜7時からという感じでですね、ちょっと遅めの時間設定ですし、まあ、お仕事終わり、学校終わり、ぜひぶらりと遊びに来ていただければなという感じです。もちろん、未成年の方はお酒 NG ですけれども、未成年の方もちゃんとご参加いただけますので、その日はご安心くださいませ。チケットは6月1日、午前10時からもすでに発売されております。ちらちらとね、このチケットも出てしまっていて、30枚限定となっておりますので、早めにゲットしていただきますと幸いでございます。で、私、ツイッターをやっております。滝沢という名前でツイッターをやっているんですけども、よかったらそちらもチェックしていただければという感じです。ライブの詳細は、Google で滝沢、そして数字の5をつけて滝沢5で、検索をしてみてくださいませ。滝沢5。そうすると、僕のブログにたどり着いて詳細を見ることができます。基本的にチケットピアというのが発見となるので、皆さんのお近くのセブンイレブン、もしくはチケットピアの店舗で発見をしていただく形になるかと思います。その際に、ね、検索をかけるときに音楽イベント、そうだな。セブンイレブンで発見するとしならば、コピー機のところに行っていただいて、チケットというボタンがあるので、チケットをポチッと押します。で、その後に音楽とか演劇とかいろんなジャンルがあると思うので、関東の音楽を選択していただいて、滝沢、この文字で検索していただければ OK です。P コードでも検索することができるんですけれども、まあ、文言で検索していただくのが一番手っ取ればいいかなと思います。もしくは僕の滝沢、難しい感じで滝沢で検索していただいてもヒットするかと思います。で、まあね、何かと情報に関しては、Twitter をフォローしていただくと、ね、そこからこうわらわらと流れてきますので、まあ、よかったら、滝沢、TAKIJAWA、滝沢、Twitter で検索をしてみて、フォローをしてみてくださいませ。そんな感じでございます。今年は、まあ、ステレオキッチンというバンドでライブやったりとか、あと歌イストというユニットでライブやったりと、結構そちらの方に注力してしまうので、多分、今年最初で最後になると思います。今年これ多分終わると、また1年後、ないしは2年後、3年後、4年後になるのかなと。二度とやらないってことはないと思うんですけれども、まあ、そうそうやらないと思います。多分今年は最後になると思います。ちょっとね、歌い手の方もいろいろ気合入れて活動していきたいので、まあ、多分これが最後になるかなという感じです。なんでまあ今回やるかっていうと、ここ1年ぐらいでその僕を新しくしてくれる人ももちろんたくさんいらっしゃるわけじゃないですか。ありがたいことに。バンドを通して、もしくは歌い手を通して僕を知ってくれる方がいらっしゃるんですけども、そんな方々がその僕の過去のコンテンツを見たときに、滝沢の夜というソロライブが昔はあったらしいぞと。行ってみたかったなっていう方がすごく何気に多かったんですよ。ありがたいことに。で、まあね、歌い人は歌い人で、ね、僕も楽しいですし、皆さんも楽しんでいただいていると思うんですけれども、ソロはソロでまたね、この違ったゆるさといいますか、一人ならではのこの、ね、自由さみたいなのがですね、あるのでですね、これはこれでまた面白いかなと思うんですよ。本当にもう僕がひたすらこう喋りまくってギターブラブラと弾いて、おにゃおにゃおにゃと歌ったりとか、あとなんかリクエストに答えたりとか、質問答えたりとか、なんか本当にもう、飲み会に近い感じでございます。演奏がついた飲み会に近い感じでございます。まあ、この雰囲気を見ていただければわかると思うんですけれども、なかなか面白いイベントになっておりますので、ぜひともご検討いただければという感じでございます。はい。
こんな感じです。では、チケットなどの詳細に関しては、滝沢5で検索をしてみてくださいませ。そうすると、滝沢の夜ボリューム5にお知らせという僕のブログが出てきますので、そこで詳細をチェックできるかなという感じです。はい、では、また違う動画でいたしましょう。以上でございます。よろしくお願いします。さようなら。